今日は車の大きい車を持っている長谷川さんをで車の洗車中に腰が痛くなってもう立てないぐらい痛かったですよね。そうなんですよ、はいはい、もう痛くて、はい、どうしようかなっていうぐらい悩んでました、はい、そうですよね、はい、それでまあご家族みんな来てくださってるんですが、整体あと治療させてもらって今は予防で何をしてるんでしたっけ。ジョイトレを、はい、週3回ですかね、はい、そうですね、はい、もうマニアぐらいに通ってくれてますね、もうどんなマニアですね。どんな感じですか。いや最初は痛くて続けられるかなと思ったんですけど、はい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 、だんだんやっていくうちに慣れてきて、はいはい、で今ではなんか体の中が、はい、なんかお腹に芯が通ってるような感じがして、いいじゃないですか。すごいなんか姿勢も良くなって、はいはいはい、で腰が全然痛くないんですよ。本当ですか。もう全然整体もだからしてなくて、はい、ジョイトレばっかりで。そうですよね。はい、ジョイトレマニアなんで。はい、マニアですね。洗車も。あ、もう全然。全然もう腰も、はい、前だったら洗車した後腰が痛くて、はい、もう寝てばっかりいたんですけど、そうですね、全然今は。はい、洗車2台ぐらい行きますね。だそうです、はい、あなたも洗車して痛いような腰の痛みがあるようでしたら、はい、ぜひお待ちしてます。ありがとうございました。橋川さん、ありがとうございます。はい。